皆さんこんにちは、宇部市長の篠崎です。本日私は宇部市の防災危機管理課にやってきています。この度宇部市ではこちら宇部市防災ガイドブックを作りました。災害はいつやってくるか分かりません。日頃からの備えやいざという時どのように動けばいいのか、イラストなどを使ってポイントを押さえたガイドブックです。こちらは市のウェブサイトのトップページにありますので、ぜひご活用ください。掲載項目は、住んでいるところの危険性を確認しておこう、いつ避難したらいいの、大雨・台風の時、地震・津波の時、日頃から備えておこう、情報を入手しようとなっています。最初のページ、住んでいるところの危険性を確認しておこうでは、ハザードマップの調べ方・見方を掲載しています。ハザードマップとは、災害が起こることが想定されるエリアや避難する場所などを表示した地図のことです。ハザードマップを見たことがないという市民の方もおられると思います。自分がいる場所が危険かどうかを知らないと、避難する必要があるかどうか判断することができません。ハザードマップは市のウェブサイトに掲載しているので、自宅や勤務先などの危険性をぜひ確認してください。災害はいつやってくるか分かりません。また災害にも豪雨であるとか台風であるとか地震であるとか、さまざまなタイプの災害があります。それぞれの時に迷わないように、日頃からの準備、またどう行動すればいいか、市民の皆様の大事な命を守るために準備をお願いいたします。ぜひこちらの宇部市防災ガイドブック活用してください。すべては皆様の大事な命を守るためです。